はい、続いては時事問題の方に移ってまいります。ホットな話時事問題の国際編です。はい、内容ですけれどもトルコ経済2021年は6%拡大予想という内容です。概要です。 トルコは当初からはっきりと経済を重視し21歳から64歳までの生産年齢層を外出制限の対象から外していましたがトルコ統計局は1日2020年の国内総生産 GDP が前年比で1.8%拡大したと発表し前年の0.9%増から大きく拡大しました。 IMF による今年2021年の予測では前年比6の拡大が予想されています。なおトルコにおける新型コロナの感染者に関する扱いについて昨年の9月30日ですがトルコの保健大臣は毎日発表している数は症状が出た患者数だけを示しており PCR 検査で陽性でも症状がなければ感染者数には含まれていないと明らかにしていました。 当時の感染者数は一日1,400から1,500人前後と発表されており保健大臣は重要な患患者者は症状のある患者だととと述べましたといううことです。そうです、ねえー、ごくごく当たり前のことでですね <laughs>、まあ、日本人は本当にこのトルコの状態を聞いてあのお聞きになった日本人は恥ずかしいなと思わなきゃいけないわけですね。えー、まず、あのー、日本でもそうですけども二十歳から60歳ぐらいの人は、まあ、かかっても軽い。 まあ、ほとんどお亡くなりにならないということなんで十分に仕事をしていただいて結構だということですねそれからもちろん PCR 検査で陽性だった人を感染者感染を確認したと日本のテレビは全部逃げ回ってましたね自分で感染したとは言えないつまり PCR の検査が陽性でも感染してないってことは明らかなんでそういう嘘をですね長い間流し続けたと。トルコの,その保健大臣が言うようよに 全ての病気は症状が出てからですね、まあ、がんみたいな病気は別ですが感染症はみんなそうですねですから、えー、っとそういう意味ではですね、えー、っとトルコの対応は生産,生産人口はあの今度のコロナは関係ないと働いていただくとそれで6%伸びるとだからこのトルコの状態を見たらね日本の各知事が何をしたかってよく分かりますよ。えわざと ほとんど感染者がいないにもかかわらず PCR をどん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 やってで CT 値を40ぐらいにして感染してない人を感染者と呼んで,で非常事態でもないのに非常事態と宣言してそして経済を止めてというねそういう特殊なことをやったってことに対してやっぱり我々国民が主権者ですからねやっぱり国民が一体どういうことなのかと自治体の長は何を考えてるんだってことを厳しく追及しないといかんと思いますね。 はい、続いてはこちらの話題に移ります。米中交換協議で非難の応酬概要です。<music>